はい、ということで本日もデュエチームリーグ切り抜き動画でございます。本日がデュエチームリーグ第5節9戦目、魔王軍セギボン選手はアサスチームさんが音速選手の試合となっております。今回デッキリストの解説にセギボン選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回も最後にデッキリスト解説ついておりますので最後までぜひご覧いただければと思います。ということでセギボンさん、はい、今回の試合の見どころ教えてください。はい、僕が使っているデッキがちょっと普通のマジックとは違うマジックを使っているんですけど、あ、そこから勝つんだっていうのが見せ場がありますので、ぜひ最後まで見てほしいなと思います。ありがとうございます。それではぜひ本編ご覧ください。どうぞ。さあ、というわけで、YouTube リーグ第5節第9戦目、魔王軍セギボン。対するは、チーム差が音速という組み合わせになっております。解説で引き続きフラットゲーミングの。はい、フラットと、にわかです。はい、この二人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、まだまだ優勝かかっております。早速、意気込み伺いたいと思います。まずは、魔王軍セギボンさん、意気込みお願いします。はい。ここで負けてしまうと、終わりなんですってね。そうなんですよ。そうなんです。まあ優勝は決まってしまう。そうなんです。優勝は決まってしまう。負けられないさすがに。6節まで望みをつなぎたいなと思います、はい。ありがとうございます。対するはチーム最後音速さん。そうですね。僕個人としては1個前ののすけの試合で終わったらいいなと思ってたんですけど、はい、まあ僕あんまりこういうプレッシャー好きじゃないんで。なるほど。まあただまあそうですね。まあ。これ言ったらチームメンバーにめっちゃ怒られると思うんですけど、まあ、負けたら次も盛り上がるんでいいかなと思いながら。おい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 。そんな。まあでも。それは俺のセリフだ。まあその上でちょっとまあ間の時間とか今死ぬほど考えてきたんで、はい、まあそれがうまくいきって、ね、とりあえず目の前の一戦勝てればいいかなと思います。優勝考えずに目の前の一戦頑張ります。ありがとうございます。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ最初からで、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、先行。ゴー！さあ先行だったのはチーム差が音速。ここは魔王軍セキボンということになりました。それでは準備整っておりますので、早速試合を始めていきたいと思います。それじゃあ行くぞ。ルーマスタート。さあということで YouTube リーグ第5節第9戦目、魔王軍セキボンバーサスチームサガ音速見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあというわけでここも優勝かかった試合とマジックは引き続き点灯中。はい、さあそこでねすごい複雑ですよね、うん、うちとしては魔王軍負けた方が2位になれる確率上がるけど、ここでああさあ上がっちゃうと1ターン目に暗闇で攻撃コンプレックスをプレー。セキボンさんのマジックか、あの殴るマジックじゃちょっとなさそうなので、うん、そうですね、このコンプレックスがどれだけ早く出せるか結構重要だと思いますね。つわものを連打するのが先か、コンプレックスが起動されるのが先かみたいな試合、うん、はい、うん、ということは、じゃあこの先手1ターン目にコンプレックスはかなり熱い、かなり熱い、かなり熱い、逆にここ以外がそんなにそのゲームのスピードに関わらないと思うので、うん、そうですね、お互いそのクリット出すわけでもないですし、ちょっと、うん、さあここでセキボンさんは逆に言ってもこれクリーチャーさえ出なければ7ターンくらいかかるわけですよね、こっから。そうですね、なんですよね、順当にいくとそうなりますね、うん、まあ、セキボンさんのデッキってマナ加速要因でいうと、まあ、チャージャー推奨チャージャーとあとシャングリアクリスタルだと思いますので、はい、場合によっては全くクリーチャー出さないでそのコンボの動きまで行くこと自体も別に可能だと、はい、全然呪文系のマナ加速を連打する可能性あると思いますよ。関本さんが、はい、プレイでそこに要はある程度ケアできる可能性あるっていうことですね。ありますね、うん、ホスト、なんだ、いい出しが取れそうだ、いい出しが取れそうだ、まずは2枚入り1枚してさらに裏向きのマナを作っていくと、はい、まあ、これでダーゼンモンドがね裏向きなのかな、急にいい声でいい出しが取れそうだっていうかびっくりしましたけど、いい出しが取れそうだ。でも初動としてはこれ完璧ですね。はい、そうですね、いい出し取れそうですよこれ。これそうだ、これは
まあ、シャングリクリスタルにつなげたいところですかね、うん、はい、3ターン目の無色のマナ加速呪文シャングリクリスタルの推奨マナ不足を達成し中で3ターン目に打てると、うん、2、3でシャングリクリスタル打てれば、うん、もう戦後逆転したと言っていいぐらいの、うん、そうですね、マナ加速が取れるので、さあこれはかなり、いや全然遅くさん油断できないですね、なっている、あと音速基準デッキもね、まだ全貌が分かったわけじゃないので、そうですね、まあ、音速選手のことですから、別にただ単に受けてコンプレックス出すだけのデッキであるはずがないです。いや、そうなんですよ、うん、もしかしたらエルボルムから急に攻めてくる可能性ありますけどね。そうそうそう、絶対なんかあるから、まあ、ただ何にしよう、そのあれですね、あの手札を補充するために水運命が必要なのに、うん、まあマナに水が今ないので、もしかしたら次のターンもパスになる可能性は、ね、確かに確かに、はい、さあここは裏向けのマナ1個作っていって、うん、水晶マナ1個作っていってターンエンド、ここちょっと注目ですよ、はい、そうですね、確かに水マナがないのは、まあ、プレイしたいから多分大体水だと思うんですよ ね、 そうですね、この特に前半期は水マナ使いたいカードが多すぎるので、まあ、それこそ例えばパーフェクトアルカディアであるとか、はい、おー強いもある、おー強いねー、さあこれでなぜ離れどこ行くのが、君は今墓地をシャッフルしてからカード2枚引くと、まあ、墓地自体は多分そこまで影響ないですね、まあ、アミージンの墓地回収でちょっとあるかなってぐらいですが、うんうん、まあ、とはいえこの2ドローがでかい、悪くないですね、ミュート出さなかったってことはエルボルムからの展開ではないのかな、うん、そう3マナであるか、きたおい、いやいいっすよ、全然あるぞこれ、これは強い、裏向きで2マナ加速していって、はい、さあこれで戦後入れ替わりましたね、いやこれすごいっすよ、激アツ、本当にどっちかってもおかしくないですね、これ本当わかんない、なんなら今のところ赤本さんちょっと有利なんじゃないかな、これまでありますね、これもしかしたらあのグレイテストグレートから、うん、革命人が出てきて急に殴り始めるかもしれないので、確かに確かに、もう結構ゼニス推奨マナ的には何でもできますよね、そのケースだとあまりにも白鳥が踏みそうすぎますよね、音速さんの方が全部鳥がですからね、コブラですか日本マナゾーン、怖すぎます、まあ、やっぱこなんかちょっとコンペクト今見ちゃう、パーフェクトアルカディアおるやん、パーフェクトアルカディア見てました、見えましたね、これでもとにかく手札を貯めて手札増やしに行く、まあ、理想的なカードを毎ターンプレイしたい、今のところマーダンロー最高持ってなさそうだから、そうですね、おわー、ちょっとここで出てきたのはハイパー後期エルボロム、フミビロムじゃねえわ、ヘルボルムだ、はい、リザードにアタックするときに1枚引いてシールドを1枚手札に仕込、手札から仕込めます、はい、さらにハイパーモード入っているとシールドフェイダーターンの終わりに手札からシールトリガーを持つ呪文を1枚タダで唱えられると、うん、はい、まあこのターンは別に埋める必要はあんまなさそうですけどね、うん、まあ、もしかしたら一応次のターンにね、そう埋めましたね、なるほど、さっき言ったグレイテストグレートみたいなので、まあちょっと決められるの、じゃあ2倍的にタッネしていきます、了解、埋めたところはここ2倍的にって言いました、ジャッジとジャッジの会話がジャッジな、ね、ジャッジしてのね、そう、ここにジャッジでもあるので、はい、よく出てます、さあしかしこれでコンプレックス自体はまだまだ3枚、そうですね、まあ、やっぱ関もさ徹底してますね、うかつにクイズ出さなかったり、あとはこれ5マナ息になるんで次のターン、うん、ハイパーエントリーからハイパーアルカリスが出ちゃうと、もう大変なことになりますね、コンプレックスが一生寝てるので、なんでコンプレックス持ってるのかなって思ったけど、絶対にターン開始時の下に入れる効果忘れないようにするため、多分そうですね、あの任意なので、まあ、もし忘れた場合は、まあ、そのままね、あのじゃあ忘れたものとして進めてくださいってパターンも、ね、7枚になるまでずっと持っとく、ね、さっきは言って、これめっちゃ大事ですね、めっちゃ大事、だからあのなんとか話しかけて気を紛らわそうとしたんですけど、一番ダメだ、手に持ってるからどうしようもなくて、もうジャッジに怒られない感じでやってください、両方とも、はい、さあというところでチャージ雪目から3マナタップ、はい、うん、ここで何するかはちょっと大事な気がしますよ、そうですね、そろそろかなり1ターンごとの、うん、ゴールドフレーム、まあ、最終的に強者で山札掘り切りたいと思うので、うん、はい、まあ、山札プラス3なんでしょう、ね、これもこのターンで打つカードすれば結構最上級でしょう、そうですね、かなりいっぱい掘っておきたい、シャングリアクリスタなんか繋がったら結構嬉しいですし、うん、さあカラクリバシしていって、まあ、そういうゲームじゃないよねということで、もうこれ開始のターンに山札リセットとかされるとちょっと嫌かもしれないですね、ちょっと嫌ですね、そうですね、山札に、さあここで残りの手札から何をプレイするか、かなり手札潤沢にあります、はい、5枚ぐらいかな、さあしか一応これ推奨マナーもあるので、そうなんだ、お、さあこれはなるほど、リリーフ水晶チャージャーと捉えて、水晶チャージャーとだけ、うーん、なるほど、エレメントなんで、コスティカのエレメント、はい、まあ、エレメント1を選びましたと、なるほどですね、
これってコンプレックスの下に例えばコンプレックスがあった場合ってそれは戻せるんですか？エレメントとか多分上だけを対象に。あ、じゃあダメなんですね。なるほど、じゃあもう関係ないのか。コンプレックス、こう連なってるコンプレックス1個として選んでください。うん、うん、なるほどですね。カード指定ではなくエレメントの指定だからってことですね。そう、そう、チャージから来たー、はい、理想的カオスマントラ、カオスマントラ、もう絶対殴って倒せない。わー、一番嫌なカードが。さあ、しかしさあ次のターンなぜ離れ打たれるのかほぼ確定してしまってるので、はい、そうですね、このターン中に何かでかいアクションを起こしたいところではありますね。キボンさん、山札が多分20枚弱ぐらい、まださすがに引き切れないですよね。これちょっと多いですね。そうですね、一応ここでマナチャリすると8マナ圏に調達するので、つわものを革命人効果で打つことはできますね。ことはできる。さあ、しかしでもおそらくそのアクション自体1回な気がするので、まあ、どうやって詰めていくのか難しいですね。エルボロブのブロッカーも地味に効いてきそうですね、この展開。あ、そうですね、革命人召喚攻撃で4枚みたいなのとかは、まあ、咎められる。うん、まあ、からくりバーシで何かしらのね、ショット推奨チャージャーかコールドフレームで止めるかみたいな。うん、ここは関門選手としてはビッグアクション取れるターンになったんですが、まだちょっと、まだ少しその必殺のムーブに入るまでには時間がかかりそう。そうですね、ここ関門さんめちゃくちゃ難しいですね。そうですね、順にドローを進めて山札減らそうとしてもなぜ離れ打たれるのが確定しちゃってるから、そう、今多分関門さんの中では開始の端になぜ離れ打たれることも考慮して、ね、結局山札何枚になるかを考えてます ね、 そうですね。あとは音速選手のターン次に6マナなので、はい、まあ、あのドローで見えてないとですよ、ハイパーアルカスのターンになっちゃうんですよね。そうですね、エントリーを採用しなくても素出しできてしまうターンなので、はい、そうすると、まあ、ほぼ関門さん的な積みできることがなかなか呪文が唱えられないので、まあ、どうにかしてハイパーアルカス何とかしてかじゃないと少なくともダメと。なかなか最低エルボロム除去ればハイパーアルカスは大丈夫なんですかね。そうですね、6マナ素出しは、ハイパーアルカスしないと、ね、呪文は止められないので。なるほど、じゃあこのターンにやりたいこととしては、いや難しいな、ここどこまで踏み込むか。そうですね、逆にどこまで対応だったらどこまで対応しとけばその詰まされないのかは見えてないカードにデンジャーカード多すぎますね。そうですね一応大阪選手のドロー的には結構ハイパーアルカディアで見えてる範囲は多いので、はい、まあ、そこからかなり推測手札6枚残り2枚の、まあ、不確定領域から推測しなければならないと。コンプレックスデッキのすごいところは相手がめっちゃむずくなるっていう。いやー、むずいんですよね、これ。普通って難しいデッキ使うとなんか自分が難しくなりやすいんですけど、うん、はい、コンプレックスは対戦相手がね、その負担を背負うことになるので、まさにコンプレックス、ね、考えることが増えてしまいますから、ね、相当難しい。すごいっすね。ちょっとこれ魔道具とかにも近しいもありますよね。確かに。かなり公開領域多くなるタイプのカードなので。いやしかしここで関本選手はおそらくハイパーアルガリアスのテキストを確認してますかね。そうですね、まあ多分横一体除去するか、うん、まあ寝かすことができれば大丈夫だろう、うん、はい、まあ、当然ここは関本選手の頭にもそれは入っていると。うん、チャージしましたか。チャージはしてないですかね。チャージせず、なるほど、7万ですもんね。お、グレート優勢だ、なるほど。さあ手札を捨てて、はい、こちらが鳴るように相手のエリアの2つまで選び破壊します、はい、そして墓地に置かれた火の国は推奨ブースト4だと出てくると。このターンに墓地に置かれた、はい、カラクリバーシが出てきました。おお、これはこれはすごいぞ。エルブロム除去りながらカラクリバーシ、山札を掘ってエルブロム除去ってすごいですね。グレート流星弾、これなんでチャージしたかったんですかね、ちなみに。いやー、なんか手札で手札めっちゃ強かったみたいな話、持ってたいカードがあったか。でもこのターン中に強物を打とうとするんだったら絶対マナチャージする必要ありますもんね。そうです、まあこのターン、まあここでチャージャー打てばこれ8になるから別にそれでも大丈夫なのか。シャングリアクリスタルとかだと1枚増えるから、その可能性は多い。そういうことなんですかね、まあ、それでマナ増やすか、もしこのターン打たないかっていうのを決めてるかと、ね、まあ、打たないっていう判断になるんですかね、その感じだと。一応強物2枚で10枚なんですけど、10枚以上はありそうですもんね。そうですね、見たところ15枚ぐらいはあるんじゃないかな、ね、15枚、16枚ぐらいありそうですね。これ難しいですね、コルフレ9が難しいですね。コルフレ使っても次のターン墓地リセットされるから、それ用にコルフレ取っとくっていう判断があるんですよね、うん、あとダーゼモンドにマナに1個と墓地に1枚見えちゃってるんで、おー、下行っちゃうと、はい、コルフレームね、1枚セデン2ドローが2回で、あれこれあれですかね、エルボロムの破壊は、まあ、待機してるのかなカラクリバーって僕多分ドローしてない。あ、そうですね、グレート流星弾の、はい、してないですね、はい、
この時でもずっと思ってるから待ってますね。絶対に自分のコンプレックスだけは忘れないっていう話です。そこを忘れないと。これ止めるのかどうか、はい、あ、ドロー2回ですね。ドロー2回、なるほどなるほど。コルドフレーム1枚捨てで2枚引くのを2回できるので、まあ、山札が4枚減らせるカードなんですけどまあ残念ながら今減った分はあの次のターンなぜ離れでね、墓地のカード全部山札に引く。なぜ離れ、これグレート流星団から革命人でみたいなことできるのか。これで残り山札が11枚分身することは音速さん持ちすぎてちょっと疲れて下ろしてましたね。ちょっと置きましたね、はい、さあしかしでも忘れずにエルボルム破壊された分で、はい、入りましたね、コンプレックスのカウントを増加させていく。いや、ただこれだと打てないんですよね、そのツワモノが。そうですね、そうですね、このターンツワモノではないんでしょうね。革命人が2枚あるときは、まあ、なぜ離れを今読んでアメージンとかなのかな。どうせ山札11枚だったら打つ意味あんまないからいいんですけど。そうですね、ここのアメージンは確かにめちゃめちゃ強いですね。もうていうか全部戻ってきて山札も一旦エンドみたいな。ついでにコンプレックス動かないですから、コンプレックスにアタックしてしまえば、はいはいはい、安全にターンが返ってくるだろうと。アメージンめっちゃ強いですね。アメージン強いですね。アメージンか、アメージン入っ、俺これいいんじゃないですか、調子いいっすよ。カラクリバシがプレイヤーいった、プレイヤー革命人か、あ、革命人ですね。革命人処理しろ、はい、さあ離れたので1枚追加わかんないな、どうなるんだこれ。セレスティアルスパークだ。さあ1枚目でん、なんだこれどうなるんだ。ゴルフレイ止めるのかな、とりあえず。なんだなんだ、止めドロー、なるほど。コンプレックスの動きは止めていく、止めドロー出しの順ですね、はいはい、これとりあえずコンプレックスの起動を防ぎましたね、うん、コンプレックスがアタックしてくることは防ぐと、はい、2枚ドロー反動めちゃくちゃためにいってるのかな。そうですね、これ長離れ打たれても次のターンも削り切れるぞっていう体勢です。いや強い、いやグレートリセン来た。いやでもこれ鳥が強いぞ、音速選手デッキ。これ今あのこのターン中にしられたカード全部出てくるんで、今墓地に行ったら、あ、そうかそうか、うーわー、そうだ、これすごいですね。カラクリバーシと雪目がすごいコンボ、半端ない。それは好きな数なんで現状、オーマイガー。え、じゃあもう全然トリガー、まあ、トリガー後の勝負にはなるけども、そうです、結構広がりますね。もしちょっと踏み方が甘かったりしたらもうそれだけでいっちゃうのか。これ革命人込み、おお、カラクリバーしますでいく。ね、これで、まあ、除去ではしないんですが、はい、これカラクリバーシからマナを増やすカードやばすぎやばすぎ打てると、しかもカラクリバーシの効果でチャージャー打てばマナが8になるから、はい、つわものが、なるほど、出るとこれを見てのチャージなしかもしれない。これここまで見てたの、うますぎないか、ちょっと、まあ、次の革命人までいければ、はい、必殺には入れそうですね、この感じだと。一応トリガー、おお、シャングルスタル、はい、ただでもまだ山札は5枚以上あるかな。これ6枚とかですかね。さあ、いやでも関本さん、やっぱこういうかなり難しいデッキ使ってる時の乗ってきますよね、どんどん。はい、あと7枚ですかね。7枚、ドローしてないですね。ドローして6枚、はい、さあドローして、うん、1枚でも減らせると革命人からつわもので打てるようになるんですが、2回目のからくり橋、確かにもうこれそうですね、何かしらの減らす字もあれば、はい、しかもただこれもし除去られてしまった時に山札なくなってしまう可能性も結構あるので、そうですね、それを警戒しながら、まあ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 、変なに抱えてるんじゃないですか、つわものは。はい、自分で、ね、そうですね、あ、まあしたら次のターン手札から普通につわもの、まあ手札に干渉する手段自体は音速的になさそうではあるので、うん、一応さっき僕の試合でマーダンローが出ましたので、マーダンローあった、ダーゼンモンドで抜かれることはワンチャン。ここは唱えずに、ここは超大事、通る、おー、通ってしまった。通るはやばくない、通ってしまったら、通ってしまうとこれカラクリ回しから革命人で山札削って必殺までいきますね。ありますよ、おー、マジか、おお、本当にそんな一旦でいく。さあ最後まで墓地のチェック、はい、後ろでドラちゃんが叫んでおります。叫んでましたね、叫び声聞こえました今、事件性のある叫び声がそう、これはもうおそらくこんだけ手札があれば揃っていないことはないでしょう。さすがにあるんじゃないですかね。つわもの1枚でいいですもんね、つわものと、あとまああれか、うん、革命人か、1枚でもカード減らすか蹴らしてつわもの打つと、そうですね、墓地に今、うん、でも出せることありますね、ありますね、なんでこのなので革命人あれば確定ですね、もう、うん、そうですね、おい、来た、さあ、いいマウス、革命人、革命人に、はいはい、さあ離れたので、コンプレックス7枚と、はい、忘れずに追加、ダブル行くときに、
ここで何を打つかですが、まあ、そうですね、カードだけでも確定しますもんね。そうですね、コルフレだあれでいいですもんね。はい、まあ、ただ欲張るのはそうですね、手札からグレート流星弾で、はい、これで山倉がからくり橋がずっと出てきますね。からくり橋すごい、こんな感じで出てくることもあるんだこのカード。お、出してもいいの、出さなくてもいいのか。さあ2枚目でこれでちょうど5枚、はいはい、しかもこれ素晴らしい山札の、はい、山札の下に黒田さんのドローを次の追加ターンも確定していると、はい、恐ろしい。グレートリセラン出す効果忘れてましたね、コブラ。そうですね、まあまあまあ、あんま変わらんですね。コブラを出して、まあ、蘇生でエルボロム、はい、エルボロムが出てきます、ね、はい、いやまあエルボロムは強いですよ。あれまだまだ持ちだ、なるほど。ただ山札の上にダーゼン確定しちゃってるのだけちょっとめんどくさいです、ね、そうですね、もうマナも全然余裕伸びてますから、はい、まあ、一応どっちの方が希望がつながるかということでここは死ぬからマナの選択、ま、ですね。手札何枚だこれ。赤出しが4枚ある。アメージンが1枚、なるほど。じゃあアメージンか。まるでマーダーロン待ってたかのように手札綺麗に揃ってた。まあまあそうですよね、それはアメージン、革命人が1枚減る。革命人抜きました、革命人抜きました、なるほど、革命人抜いたんですね。もしかしたら音速さんの受け方がシールド増やすことによる除去を当てれば名人をなくなって受け切るために名人を減らしていくのかもしれないですね。一応1枚まだ仕込んだシールド割られてないはずですので、一番山札側の、はい、うん、さあここは無理せず追加ターンを獲得。スレスチュアルスパークとか見えてるんで革命児縦に送ったりすれば、もう一回できるか見てるんですけど、最後あのマザンゾン、あ、いや、いいです、大丈夫です、はい、はい。さあここで一応ちょっと手札をもう一回ごめんなさい、気にしてくださいということで、ここはかなりトリガーで何かあったり、まあ、関本選手が要は深読みしてちょっとケアしてきたところに刺したときに逆転できるという手を考えている。これはどうなるんだ。まあでもとはいえ全然わかんないな。基本的にはこれ革命人でもう一ループはしてますよねこれ。そうですね、このターンに手札から唱えて革命人のブロックされて、うん、もう一体に革命人でアタックすると、もう一回打てるんで2ターン獲得できますね。2ターン獲得が確定なので、さすがにそんなに覆らんそうではありますが、そうですね、さあ最後まで関本選手はしっかりプレイ。あれか、手札にもう一枚やったから3ターン取れちゃうのか。このカード強すぎな、グレートリセラン。なんだこのカード。さあそれでアメージン出てきて、このアメージンめっちゃ強いな。さあアメージンで墓地の呪文が好きな枚数戻ってきますよ。ああ大量の手札、そして、まあ、手札の枚数以下のクリアアタックもブロックできないので、うん、流星弾戻ってきてるのすごいな。しばらくこれすごいですね。コンプレックスはしばらく何もできなさそうですね、はいはい、打った流星弾が、まあ、もしターンがどっかで途切れたとしても、さあ革命人でアタック通った時に手札から呪文、はい、追加ターン1、夢の後、追加ターン、はい、夢の後、はい、はい、恐ろしい、はい、追加2ターン取りながら殴ってましたね。いや、さすがにこれは音速選手といえどドルージュ、まだ粘る。スレスチュアルスパークのまず処理で革命人を弾きます。さあ革命人シールドか、はい、こうやって革命人を除去すればもしかしたらいつか、なるほどね、ワンドローして1枚シールドかですね。まあ、一応あれですね、クリーチャーなんで自分のドルシ戻したりもできるので、実はめちゃめちゃ相性いいんですよ、ね、セリセルスパークと結構ね、はい、ぐるぐる回して、まあ、無限ではないですけど割と長い間ターンを守ってるんですね。なるほど、やっぱこれ庭子選手のおっしゃった通り革命人を枯らすっていうことを一応考えてるんですね。そうで、もしかしたらそれを勝ち筋があるとしたらそれだと、このすごい状況の中でもこのターンかあとだから次のターン前もう一回2ターン取れますもんね、はい、もう一回2ターン取れます、もう一回2ターン取れます。いやでも1枚しか取れないか、そうシール1枚しかない、手札から唱えて革命人で革命人に戻ってるターンってものがあるんです。さあまずいです、ターンが減りません、増えてってますね、なんならね、1ターンにつき2ターン取ってるんで、はい、まずいですねこれ。な、追加1ターン目の時に2ターン取るから追加3ターンになるんだ、はい、そりゃ無理か。なぜかなぜかターンエンドするとターンが増えるという、さすがにすごい永久期間どころかプラスが出ている、ね、プラス収支が出ている追加ターン、怪しい商材みたいになってんじゃないか。これやばいぞこれは。シールド以外全部触れますから、はい、マナゾーンもどん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 、ね、確かに。でもその中で音速選手、まあ、革命人でも拾いはしないですよねこれ多分ね、墓地の、そうですね、落ちてしまいったクリーチャーは、まあ有限上等なんじゃないですか、まあ、そうですね、3枚もあればね。なぜ離れとか見えてなかった気がするので、ドロシーは一応グレートリセンダーでは弾けるのかな。
はい、7ですね。革命人かアミージンで、まあセレスティアルスパークで耐えられることを考えたら除去しておいた方が一応安全ではありますね。安全ですよね、うん、まあありかなという。さあその遅いと手繰れるか音速選手、まあ、追加2点あってドルシー弾けてればまあ勝ってるかっていう。そうですね、さすがに、うん、そうですね。でもそれをこうパーフェクトアルカリアとかで縦追加もワンチャンあるし、うん、有限ではありますが我慢カルみたいな。グレート流星なんで、グレート流星なんでしましたね。パワーはね、はい、蘇生はない。7を除去っていう。あ、でもパワーそう考えるとこのグレート流星の噛み合ってますね。コストが大きいんで、はい、そうですね。単に除去の出力を上げる役割としても活躍している。2マナ、そう、2マナでなんだこれ。赤出し、赤出しでも別に裏向きマナもういらなそうですけどね。いらないですね。あ、雪目とかかな。あ、なるほど。一応もう打点をちょっと追加してっていう。あ、雪目ですね。そうですね、これもう一応ハイパーもう止まんなかったらもう詰め切っちゃうっていう、はい、ハイパーエントリーからのハイパーアルカレスはケアできましたよ、はい、通ります。さあ革命人通ったことで手札から再び必殺、はい、もう一回なぜかターンが減らないよと。強すぎるっすね。強すぎる。これはあ、アルカリア、アルカリアで自分のシールドを縦追加2回、はい、縦追加2回、はい、まあそうですよね。これでさあベストを尽くしていく。ここまあ殴るんじゃないですか。普通に追加2ターンあるし、あと2ターンですね。まあでも大丈夫そうだ、ね、出したってことはアタックいきそうですけどね。お、追加ターン、ね、あーでもここはでも、まあ、なんか追加ターン革命陣で殴りたいですもんね。そうですね、シールドで次もう1ターンあるでしょうですね、はい、これで追加ターン入ってまだ1ターン残ってます、はいはい、まだ1ターン残っている。何を言っているんだ関本選手何を言っているのかわからないが、の原則が破壊されております。ここからあと何なら増えますからね、そのカウントが。そうですね、はい、シード2枚になったことによって革命人ダブルブレイクいけますので、サンブ何なら余計なアクションしなくていいぞと。うん、もうつわものを打ってるだけで。そうですね、つわものあとは連打していけば、はい、でも手札に複数あるはずなので、一旦ゲットダブルいくときに2ターン目ゲット、はい、あと3ターン、あと4ターン合計3ターンある。はい、元々一旦持ってて一旦手使ったのか、はい、じゃあ手から使った革命人が、あ、合計4ターン、はい、残り合計4ターンでございます、はい、残り合計4ターンあるが、4ターン無理だ、4はやばいですね。音速選手さあコブラでまだ粘るぞまだ粘っていく。はい、なんでコブラは、あ、そうですね、バウンスが入ってからですね。はいはい、しかしこれエルボロムでもう一回コブラを受けたりするんでエルボロン墓地にまだありますよね。はい、墓地ありますね。でもこのデッキの受けも半端ないな、これ。しても良いなのな、カルマミルク。あ、そうですね。はい。しかし、出したクリーチャーは雪目で破壊されてしまいますが、そうですね、頑張って山札を。エルボロムでシールド追加しかないんじゃないかな、一応できるて。これ一応その、はい、超裏技として多分、はい、コンプレックス下8枚にしてセレステルスパークで9枚盾を増やすみたいな確かになんかワンチャンやりそうですね。やりそう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 。追加ターンあるのに縦9枚にして、縦9枚にしてセレステルスパークやるのおいおいおい、何時間かかったこのゲーム。大変なことになってきたぞこれは。嘘だろ、そんなテクニックまで見せてくれんのとはいえ音速選手がやばいだから。でも音速選手ってやばい、消えちゃうこれ。マジであるんじゃない。まあでもグリートメゼなんで飛ばすだけだから。そうですね、これだからここで関本さんがミスってここに行ったらやばい。殴ってきたら偉いになりますね。これを殴ってきたら杉田さん、杉田さんそれにかけましたね。ケアしてるケアしてるケアしてる。だってこれターンエンドターンエンドターンエンドで勝ちっすよね。そうなんですよね。そう、山田3枚だからこれ。おっとおっと、なんだこれは。でも別にこれシールド追加されたとて4ターンあるのがさらに1回増えるんで、いや増やさせといてエンドってパターン全然ありますよね。コンプレックスが動かなくなれば負けることはなさそうとは、うん、エンドって4回のちょっとめんどくさいですね確かにでもルール的には言わないとエンド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 でえ、これ普通にグリッドリューセーターで飛ばせばいいんじゃないですか、コンプレックス。あ、そうですね、確かにそうか、はい、全然それでいいっすよ。あれ、もう除けれるんだ、確かに。このターン殴ってこないんだったら何も考えなくていい、うん、そう、普通に。あ、なるほど、確かに確かに、ちょっと今びっくりしましたが、言われてみれば、シールド送れるということはそうですね。コンプレックスを縦に全部行くのちょっと見たかったなでも、関本さんもそれ一応ちゃんとあの分かってるやつ、一度、生まれとしたら何奪うのかなって
血まなでとりあえず追加ターン、まあね、どっちでもいいっすね、うん、先こっち追加ターン入れて、まあ別に革命人でね備えしまえば、はい、4変わらずと4変わらず減らない、ね、減らない貯金が減らない夢の革命人、おっとそれはやばいんじゃない、セレステルスマークが大変なことになるぞ、おおちょっとエレメント強くなんで、これコンプレックスがそして全部飛んできますね、カルマとカルマとコンプレックス、エレメント指定でコンプレックス系はいいか、おいおいおい面倒くさくなってきちゃっていやでもこれだ単エンドでいいから、単エンドでいい、これ単エンドどうなんですか、え単エンドでいやあと4ターンあるんで、さっきも先生エンドって4回言えば一応だって山札切れますよね、まあまあまあそうそうですね、そうですけど、まあ一応とかでもなぜ離れがあるのか手札に、あそう、うん、ですよね、なぜ離れ、はい、もう自分で言ってるから、でも終わらない可能性あるこれ何してんのとんでもないことになってきたの、なんでこうなったんだ、おい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 、わーシードが9枚増えた、大変だ、とんでもない展開だぞ、知らないデールマスターズだけど、これはすごいですね、知らないデールマスターズが始まりました、音速選手2ブロック破壊しに来た、なんだこれ、なんだこれ、まあ、しかし追加4ターン持ってる石本 VS シールド9枚の音速ですね、ゼロから九ですね。何これ。まあでも別に割り切れる。うん、まあよっぽどのことがなければ勝ってると思いますけどね。これまだ手に革命者持ってるのか。まあでもすでによっぽどのことは起きてますけどね。いやここからねまたちょっと立て直すっていうか、ここでまたなんかあれって予想外のことが起きてしまって、うん、そうですね。ずれていくみたいなことがあれば。一応縦1枚につき追加1ターン取る、あと9ターン取れる計算ではあるんですが。なんならこれまた増えていくもんですよね。はい、だから打って革命人で。まあ思うぐらいって3ターンプラ1体につき最低でも3ターンを取れるはずなんですか、これコンプレックスの下にセレスタルスパーク埋まってたんで、革命人を縦に送られると追加ターンを取らなくなった、確かに追加5ターンで革命人で、はい、はい、はい、これ2枚ブレイクの5ターン6ターン7ターン、7ターンらしいです、7ターン、もうでもちょっと面白すぎるな、すごい、はい、あプレスレスタイプスパークで、革命人が縦に行ったので7ターンの間にこの装備で殴り切るか、さあ、まあ、7ターンあればさすがにあなたですっていう話はある、一旦これ革命人もう1枚持ってなかったような気が、何起きてるのこれ、何起きてるこれ、さあゆっくりゆっくり始めますね、さあ雪見で、もうこれはもう7ターンを縦に行くしかないので、クリーチャー使った時やばい、これでもマジであり得る話として、うん、全クリーチャーが出せなくなったら、ね、エクゼルターンが無効化されるんで、音速選手に勝ち目がありますね、そうですね、もうだからパワーとか出して殴るみたいなことですよね、これ負けたらセギボンさんすげえ怒られそうですけど、ね、これはやばい勝負になってきた、手札にあるクリーチャーと赤出しとかなんでアタックできない、赤出しでアタックできないです、そうですね、パワーと雪目、まあ、カラクリバーシアメイジンあればこれであとダーゼンモンドをもう最悪追加でやれってクリーチャー出して頑張って耐えきれば、あー面白いしないな、いやでもそんなに鳥がなかったからな、ドルシーいませんでした、ドルシーいませんでした、ね、いやドルシーってことはちょっと嫌なんですよ、ドローが強制なんだけどちょっと痛いですね、まあ痛いですけどね、いやでもこれ一応このターン中の流れでは、もう一枚山切れたら全部エンドエンドエンドで、あそう、やられてたからね、トリガー追加できないはずなんですよ、そうですね、これな、セイリューの暴発とかあったら面白かったんだけどな、なぜ離れてそれ山札返したりして、確かに、いやこれやばいことになってきた、あと6ターン、あと6ターン、どういうことだよ、あと6ターンやばいですね、あと6ターンはやばすぎますね。果たして終わるのでしょうか、ずーっと関本さんのターン来てますね、明確に終わりには近づいてます、はい、音速さんの山札というタイムリミットが、ね、音速さんにターンが渡らない限りはなぜ離れ打てないっていうところが、3コストは3コスト、なんだ片や不老不死なのかな、ちょっとな、そうですね、山札がなくなろうが何されよう不老不死対絶対に上出した、いやまあそうだよな、そうだよな、ダーゼンモードクリーチャー出すよな、それは一応マジックコマンドなんでカラクリ橋にチェンジできますんで、確かにりますマジックこの2枚、さあダブルブレイク、はい、りますさあもうあとはもうどうにでもなれと、そうですねこれ、さあでドルージュの埋めたシールドがザミュートで、いやこれはさすがにもうないだろう、いやさすがにさすがにもう在庫が、はいはい、片谷関本さんの追加との在庫あるので、おっさん6段階で、いや素晴らしい、あー、当選したのは魔王軍関門、お見事
はい、ということでご覧いただきましてありがとうございます。ということでここからはデッキリストの解説になります。今回も1戦目2戦目どちらの内容も含む可能性がございますので、まだ片方見てないよという方はですねもう片方見てからお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで関本さんよろしくお願いします。はい、お願いします。では早速デッキを見ていきたいと思います。はい、こちらが、関本さんが使用された、秘密のマジックなんですけど、まあ、俗に言うターボマジックなんていう呼ばれ方をするデッキですよね。はい、ちょっと解説をお願いしてもいいですか。はい、まずざっくりターボマジックというデッキについてですね、はい、先に説明しておくと、ターボマジックっていうのは、まあ、主にシャングリラクリスタルの2ブーストを利用して、はい、マナを8まで、ジャンプさせて、必殺で、ツワモノモノ、必殺でツワモノどもが夢の後の連打を、はい、目指していくっていうのが、ターボマジックになります。なるほどですね。ということで今回、まあ、そちらのターボマジックを使用された理由についてもお伺いしますか。はい、今回のメタゲームはいの予想で、まあ、自分たちの挑戦の中で、特に評価が高かったのが、俗にドロマーと呼ばれる、はい、光水闇のエルボロムあるいはコンプレックスのような耐久デッキですね、はい、が結構強いので、それにしっかり勝てるデッキとして、この無限ターンを取る、ギミックを搭載した、マジックがかなりやれるという結果に至ったので、はい、今回自分が使うに至りましたね。ありがとうございます。ということで今回まあギミックとして面白いなっていうところからちょっと、はい、ご説明いただこうかなと思うのはグレート流星弾。はい、すごかったですね。今回このデッキを使うに至った最大の理由といってもよくて、はい、ターボマジックっていうデッキ自体はもともと開拓が進んでいたデッキではあったんですね、はい、2ブロック界では、はいはい、その中でも多分グレート流星弾をあえて採用している構築っていうのはそんなに見かけなかったと思います。そうですね、ちょっと僕らも意外かなという気はしました。はい、でも実際にこれ使ってみるとなんで今まで入ってなかったんだと思うぐらい噛み合う部分が非常に多い。めちゃくちゃ噛み合ってましたね。はい、なので、例えば、今回の、試合の中で見られた動きとしてカラクリバーシー、革命チェンジ、革命陣、はい、でその時に、墓地のグレート流星弾を打って今手札に戻ってきた、カラクリバーシーを捨てることによってまた次の弾になる、はい、だとか、グレート流星弾とともにパーフェクトコールドフレームなどを打って、火のクリーチャーをどんどん捨てることによって一気に3体展開するなんていう動きもあったりします。複数体並べられるのここめちゃくちゃ噛み合ってますね。はい、そして、カラクリバーシーからさらに追加の呪文を打ってたりするのでデッキがまだ20枚とか、残っているようなところから一気に5まで減らすなんていうこともこのデッキだと可能になっています、ね、あれもすごかったですね、はい、今回の試合なんか特にもう10何枚以上残ってる山札を一気に削り切っての勝利になりましたからね。そうですね、7ターンは18枚あったと思いますね。いや、すごいな、はい、もうこれなかなか面白いデッキですよね、やっぱりこのもう一つちょっとやっぱりこれまた別のデッキでも採用されてたんですけど、はい、アメイジン、はい、非常に強いですね。そうですね、アメージンがないと、例えばコンプレックスであったりだとか、うん、あとはメカですね、はい、のような横に大きく広がるデッキに対して、それをしっかり止める手段が必要だということになりますね、うんうんうん、で特にメカですね、特にメカはブロッカーでかつ除去耐性をつけて、はい、展開してくるのでそれに対してアメージンを挟むことによって、相手のブロックを阻止したり、あるいはこのデッキだとグレート流星弾からアメージンと革命陣を両方出すなんていうこともできるので、うんうんうん、ブロッカーを止めつつそのまま突破するということも可能ですね。ありがとうございます。さあということでじゃあちょっと最後にお伺いしたいんですけど、はい、まあ、今ちょうどですねエリア予選、エリア代表戦の予選、テンポ予選として2ブロックいろんなところでやってるかなと思うんですけど、どうですかこれ実際大会とかに持ち込むとしたら。なるほど、このデッキはですね、今言った硬いデッキが増えてきたタイミング、うんうんうん、なので自分の地域では、そのトリガーをたくさん積んだデッキが多いとか、あるいは、はい、少しゲームを後ろに伸ばすようなデッキが多い、うんうんうん、そういった環境ではこのデッキが輝けると思うんですが、まあ、一方で、ゼニス、はい、特に赤緑、はいはいはい、非自然のゼニスだったりとかにはそのベートーベンを超える手段が結構乏しいので、うんうんうん、ベートーベンは、攻撃を、そうですね、自分でアタックしなければいけない、そうですね、止めたりだとかで一旦相手に攻撃を待ってもらう、ということになるのでベートーベンが横になり続けている限りはこちらも勝ち筋を取ることができないということで、ゼニスが多い環境ではあまり使いたくはないんですけれども、逆にコンプレックスが多い環境では積極的に使っていきたい、そういうデッキ選択になっています。ありがとうございます。じゃあちょっと環境を読んで使っていただければって感じですか。そうですね、その中でも、闇自然ゼニスに対してワンチャンス作るためにパウアーを多く採用して今回は、はい、なのでサスペンスを出されてそのまま負けだとちょっと味気ないので、サスペンスを出された後でも、ゲームがなんとか後ろに伸びるようにパウアーを採用しています。ただこれから先闇自然ゼニスがそんなにいないという環境であればむしろパウアーは抜いていただいて、例えば、ファルコンボンバーのようなコストから、はいはいはい、
裏向きを作っていけるカードに差し替えたりだとか、うん、そういったことも選択肢としては考えられるかなと思います。ありがとうございます。はい、ということでデッキ解説いただきました。関本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでこんな感じで YouTube の切り抜きではですね、一番最後にデッキリスト解説もついておりますので、ぜひ切り抜き動画の方を面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコミュニティ投稿にはアンケートなどもございますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。関本さん、改めてありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日の動画ここまででございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではデッキリストマスターズ、バイバーイ。ありがとうございました。